できているようだな。 近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。何あれ、あれってば俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれは大丈夫かい、母さん。
ちにしろ。貴様ら。ナルト、準備はいいな。祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ、チャージです。なってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば安心しろ、このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。四人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で二人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし、ではこれ
これからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ散歩しよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であっても、いつまでもここに残すわけにはいかん。光が、先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。待てろ。行くのか。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを起こすおかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった、全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。